皆さんこんにちは。今日はですね、タイトルにもあるようにこのちょっと古っぽいリアウィングを外していきたいと思います。こういうの昭和の時代には結構流行ったんですけど、今見るとちょっとなんか古っぽいですよね。この車購入した時にリアウィングと同時にトランクにつけるキャリアもついていました。キャリアは簡単に外すことができたんですけど、このリアウィングはトランクにボルト穴を開けてそこに固定されてるんですよね。あとこのウィングはボディとの隙間があるんで掃除がすごくしづらいんですよね。この写真はリアウィングがついてない別の車なんですけれども、トランク周りもすっきりしていて、こちらの方がなんか現代風な感じがしますね。ということで今回はリアウィングの取り外しと穴埋め、あとトランクの花粉じみも一緒にやっつけちゃいたいと思います。まずはリアウィングを取り外していきます。リアウィングの左右両端はこのようにボルトとナットで固定されているんですが、まあ、さっきも言ったようにトランクに穴が開けられています。こっちのボルトはもうサビサビですね。反対側はそこまで錆びていないです。中央部分はこのように台座があって、そこにボルトが固定されているんですが、そのボルトにアクセスするにはこのハイマウントストップランプを外さなければならないです。今見えてきたグレーの部品ですね。これ左右のナットを2つ緩めればいいんですけれども、トランクの蓋の裏側についてるんでのけぞった状態での作業になるから、体が柔らかくないときついですね。ナットを2つ外せればあとは引っ張るだけでハイマウントストップランプが出てきます。このストップランプの穴の奥の方にボルトがあって、これでウィングを支えています。この赤丸の2箇所ですね、それらを外していきますが、実は前側のボルトが固定されていなかったんですよね。なので今回外すのは手前の1箇所だけです。これは台座とウィングを固定しているネジを外しているとこですけども、考えてみればこれやらなくてもウィングを外すことができました。まあ、こういう失敗はちょくちょくありますね。次に左右両端のナットを外していきますが、ボルトに六角が入るようになっているので、それで固定しながら外します。これでウィングが取り外せます。台座はもうボルトを外しているので簡単に取れますが、まあ、取った後はご覧のように2箇所穴が開いています。これは手前の穴の部分ですが、見る角度をこうやって浅くしていくとトランクの高さより一部が出っ張っちゃってるのが分かります。この矢印の穴の縁の部分ですね、この直線を引くと出っ張ってるのがよく分かると思います。ここは穴を埋めてからパテを塗ろうと思うんですけども、そのための準備としてこうやってハンマーで叩いて出っ張りをなくしておきました。これで出っ張りがなくなり、トランク面と面があった形になったんですけど、パテを塗ることを考えるともう少しへこませといた方が良かったのかもしれません。後で塗装屋さんに聞いてみたいと思います。これは助手席側の穴ですね。先ほどのような出っ張りはないですが、穴の表面が錆びちゃってきてます。裏から見るとこんな感じです。ヤスリで削って錆を落とします。裏側で今削ってる部分はコーキング剤のようななんか樹脂でできたものが貼ってあります。これは接着の邪魔になりそうなので切り落としておきました。こうやって剥がしておけば接着剤が乗りやすいと思います。
穴の縁の部分は錆止め剤を塗っておきました。それと接着剤を塗る前に脱脂をしておきます。で、先ほどから接着剤と言ってますけども、この JB ウェルドっていうのを使ってみました。この JB ウェルドは接着溶接とも言われてるみたいで、かなり硬く仕上がるようですね。エポキシ系の接着剤に金属の粉が入っているようです。穴を埋めるには裏面から接着剤を入れるんで、表面にはこうやってマスキングテープを貼っておきました。ただこのテープは結果的にあんまり良くなかったです。接着剤が乾く前にちゃんと穴が埋まってるかを確認したいんですけども、でテープを剥がすときにそののり面が接着剤にくっついちゃうんですよね。その結果、せっかく塗った接着剤が取れてしまいました。テープじゃなくて指で押さえながらやった方がうまくいくと思います。これは中央の穴の前寄り側なんですが、ここは鉄板が2層になっていて、この表面のトランクの鉄板の下にもう1枚あるんですよね。その鉄板にも小さい穴が開いていて、なんとか指は届くんですけども、でそこから今接着剤を押し込もうとしてるんですが、指に接着剤がついてきちゃうんで、なかなかうまくそこに残せないんですよね。この穴の下の方からムニムニ動いてるのが指なんですけども、指を離すと接着剤も一緒に剥がれちゃって、なかなかうまくいかないんですよね。なので作戦変更で、トランクの裏側にマスキングテープを貼って、表面から接着剤を入れることにしました。さっき言ったように、ここのトランクの部分は鉄板が二重になっているので、ここから接着剤を入れ込んで1枚目と2枚目の間を接着剤で埋めてしまおうという作戦です。もちろん隙間全体を埋めてしまおうというわけではないんですけども、ある程度埋めればこの表面に接着剤がとどまるようになるんじゃないかなと思います。何度か繰り返しやったらそれなりに埋まったんで、あと足りない部分はパテで埋めていこうと思います。映像は3日後なんですが、もうこの時点では完全に乾いています。この JB ウェルドの完全硬化は24時間と書いてあるので、もう大丈夫です。穴はこれで埋まったんで、次はパテ埋めと塗装ですね。で、塗装は前にもお願いしたレンタルピットを使いたいと思います。この江川自動車さんってとこなんですけども、ここのマスターはプロの塗装屋さんなんで、ノウハウももちろんたくさん持ってますし、まあいろいろ指導してくれますね。まあ、車で1時間ぐらいかかるんでちょっと遠いんですけども、まあすごい助かってます。今回塗装のついでに、この花粉じみも何とかしたいと思ってます。もうこれかれこれ1年前についてしまった花粉じみなんですけども、ケミカル使ってこすってもダメだし、あと花粉によく効くというお湯を使ってもダメでした。で最後コンパウンドで磨いたんですけども、それでもなかなか取れなかったですね。今回塗装の下見的に江川自動車さんに行ったんですけども、ちょっとこすってもらったら取れましたね。線より左側は何もやってないんですけども、右側はコンパウンドつけてポリッシャーで磨いてもらったら取れました。プロはシングルのポリッシャー使うんで、やっぱ強力なんですよね。自分が持ってるのはダブルアクションの安いやつなんで、やっぱ研磨力が全然違うみたいです。ただシングルアクションを素人が使うのは結構難しいんで、マスターに指導してもらいながらやってみたいと思います。ということで、来週はレンタルピットに行って、パテ塗りと塗装、それから花粉じみのポリッシュをしていきたいと思います。完成したらまた動画で報告しますので、見ていただければ幸いです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。